はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。5時45分ですね。5月は15日の水曜日でございます。まったりとしていますね。まったりと、はい。昼寝もしました。なんかね、温度もね、まあ、日が陰ってるんですけど、そんなに低くないというか、むしろですね、あったかいというか、暑い一つ手前ぐらいですね、24度でございます。はい、さて、行きましょうか。ロイターに昨日出ましたコラムですね、人民元切り下げは自滅行為、景気下支えにつながらずというタイトルでして、買われているのはハドソン・ロケットさん。ちょっと読んでいきましょうね。金融機関には中国が近く人民元を切り下げる可能性があるとの質問があるのはあるかという質問が殺到している。これ近頃この関連の記事がですね、やたらと増えました。きっとですね、誰かがリークしてるんじゃないかなと。中国のね、誰かが近々切り下げんでみたいな。輸出競争力を高め、低迷する国内経済を下支えするため、元を切り下げるとの見方だが、切り下げは現時点では自滅行為になると。人民元というのは日本の円と違って、あるいは韓国のウォンとも違って、あるいはドルやユーロとも違ってですね、固定相場制なんですよ。今日はいくらって決めてですね、一応マーケットらしいことをやるんですけど、そこから上下 2% しか動かさないという、こう、あれなんですね。で、だから当局は基本か、あれを決めるんでですね、まあ固定相場みたいなものなんですよね。それをですね、ドンと下げるんちゃうかと、今日の初めにはって昨日より、1割低いここみたいなんですね、そういうところにするんちゃうかという観測なんですね。まず今年の輸出は好調だ。最近中国のメーカーを視察した欧州の大手金融機関エコノミストによると、為替レートに対する不満は皆無だった。元を人為的に切り下げれば、韓国、インドネシア、ベトナムといった近隣諸国も追随する可能性があり。というかですね、韓国もインドネシアもベトナムはどう知りませんけどもですね、変動相場制ですよ。だからですね、自由に切り下げることはできませんけどね、効果は限られるというか、マーケットは下げるかもわからないですね。また切り下げには資金流出の拡大を招くというデメリットもある。資金繰りが厳しい不動産デベロッパーなど国内企業にとっても、切り下げはドル建て債務の返済という点で高くつく。国際決済銀行 BIS のデータによると、国際的な銀行の中国企業に対するクロスボーダー債権は昨年末時点で総額5260億ドルに達していると。5260億ドルと言いますとですね、80兆ぐらいかな、80兆円、まあまあね、中国は唐突な通貨切り下げのリスクを身をもって学んだ。それいつの話で、2015年の人民元切り下げは深刻な混乱を招き、中国人民銀行は一段の減圧を防ぐため外貨準備1兆ドルを取り崩し、新たな資本規制を導入したと。そんなことあったんですか、2015年。なんかあんまり覚えてませんけどね。人民元は人民銀行が毎日設定する基準値の上下 2% が許容変動幅となっているが、足元では米中金利差を背景に変動幅の下限付近に張り付いている。習近平国家主席は1月、金融強国を目指す上で優先事項のトップに強い中華を挙げたが、これは驚くに当たらない。人民元を大量に保有する数少ない外国人投資家に再び痛手を負わせれば、人民元の国際化という長期的な目標の達成が危うくなるだけだ。人民元を大量に保有する外国の投資家なんかいるんですか。今ロシアがね、中国にエネルギー売るでしょ。原油とかですね、ガス売るんですよ。あるいはもう石油化学製品売るんですよ。で、中国が人民元決済してくれって言うんですよ。要は人民元で払うっていうわけですよ。ほんで、ええよって言って、まあ、ロシアとしてはですね、何でもかんでもやっぱし、こう、払ってもらう、買ってもらった方がいいわけであって。
で人民元もらうでしょ、ロシアが。どうしてるかっていうと、即日香港の銀行でドルに変えてるんですよ。つまりですね、中国としては人民元をドルみたいに国際、決済通貨にしたいんですけども、あの盟友ロシアでさえですね、人民元を全く信用していないんですね。こうした安定志向は11月の米大統領選でトランプ前大統領が勝利した場合、試練に見舞われる可能性がある。米中貿易戦争を引き起こしたトランプ氏は、当選すれば中国製品に 60% の関税をかけると脅している。これ、ですね、この原稿を書いているぐらいの時にバイデン政権がですね、中国製品に対してですね、EV なんかも 100%、 その他のも今の 4倍ぐらいに上げるみたいなですね、政策を発表しましたね。でもトランプは全部に6割かけると書いてですね。そうなれば人為的に切り下げを行わなくても人民元が急落する可能性がある。急落するというと、あのメカニズムようわからないんですよね。あの中国人民銀行は最初のレートを決めるわけですからね。一回限りの大幅切り下げを認めれば、人民銀行が望む水準を維持できなくなり、防衛ラインの設定を迫られる恐れがある。中国にとって時間をかけた緩やかな減圧の方が望ましいと。これでこの記事終わってます。なんかね、人民元ってようわからんのですよ。だって基本固定相場制やると僕は思ってるんですけど、あのオフショアでの取引もあるって言うんですね。オフショアって要は中国政府が管理していないところで人民元をドルに変えたりしているマーケットも存在するらしいんですよ。オフショア市場というふうに言われてますけど、まあ海外市場ですね、簡単に言えば。でそこでは自由に設定されるんですかね。そのあたりようわからへん、ようわからへんね。一体どうなってんねんと思うんですけど、ただあの中国人民銀行がその日の最初に、今日はこれって決めることはできることは確かなんですね。だからそれを下げるんちゃうかっていうのはこの記事だというふうに理解してるんですけどもですね、まあ下げたい気持ちはわかります。下げた方がですね、中国製品のですね、輸出競争力が出てくるわけであってですね、でまあいろんな面でですね、まあ政府にとって都合がいいんでしょうね。都合がいいというふうに習近平は考えるんでしょうね。あの一番いいのはね、あの円みたいにマーケットで任せてしまうのが一番いいんですよ。これは2002年やったかな、中国が WTO に加盟したときにそうしますって約束したんですよ。それから22年を経ってるのに全然しないやんお前らと。相変わらず約束守らへん国でしょ中国って。約束守らへんし嘘つくしというですね、そういうですね、なんていうか行儀の悪い国なわけですね。なんでですね、あの結局今でも固定相場制に、反固定相場制にしてますしですね、今後もマーケットに委ねるっていうことはしないんちゃうかな。あの共産党の連中ってやっぱりマーケットを、ね、に対して不信感があるんですよ。その誰かがこう操作してるんちゃうかということで、まあ、陰謀論めいたことをですね、多分信じてるんちゃうかと思うんですよね。だから売り禁止とかって、空売り禁止とかでやったりするんですよ、株式市場では。だからあの為替相場もね、あのそういうやつがいて、そういう陰謀で動くんちゃうかぐらいのことでですね、共産党の連中なら共産党頭ではそういうふうに考えてしまうんでしょうね。で確かにジョージ・ソロスみたいなやつがいるんですよ、いますけど、所詮そのなんていうか、あの一つのグループであってですね、世界を支配するほど金持ってるわけちゃいますからね。一瞬支配できるわけだって、恒常的に支配できるわけちゃいますからね。はい、まああのこのご意見は自滅行為というふうに言ってますけど、別に自滅行為ではないかもしれません。なんせ円はですね、ちょい前は10年ぐらい前は100円ぐらいだったのが、今は156円で、別に日本自滅してないで滅亡してへんやんということでしょう。だからですね、あの自滅まではいかないけども、世界に大混乱を与えることは確かであって、中国自体の信用をですね、低下させることも確かであるし、かなりですね、何と言いますかね、この5000何百億ドルがあるって言いますけど、そのうちの何割かがデフォルトとかするとですね、世界経済は大混乱になると思いますね。はい、ということで、このロイターのですね、このページをですね、一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。